の数多くのモノマネスターを輩出、行きつけのショーパブに潜入。僕は行きつけのモノマネショーパブによく飲みに行くんですが、飲みすぎて毎回いろいろな人に迷惑をかけてしまいます。酔っ払ってショーに乱入したり、朝方までスタッフを連れ回したり、この場を借りて古畑任三郎のモノマネで謝罪させてください。大事よねそれはね。大事、どこで、あーすいませんでした謝ってない、謝ってない。これはもともともうすごい古くからの、はいはい、もうコロッケさんと30年来の知り合いの方がやってらっしゃるんですよ。あ、そうなんや。はい、何さ、はい、何さ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 、もうそろそろショーが始まります。どこでこっちにステージがあるの？あ、ここで、ここで。あ、そこでだ。そうしろってまでもう俺は言う。開き直ってない、別に開き直ってなんかいない。いやいや、なんやなんなんですよね。ずっと横から前田議員さんが突っ込んできて腹出てましたけどね。嘘よねもう本当この狭いところでもう真ん中でみんな、いやあなたと乱入だってもう邪魔になるやんか、みんなやりたいの。いやいやいや、しょうがないですよ、これコロッケさんと行くと大体そうなりますから。あ、そうなの、ね、はい、コロッケさん飲みに行ったら長いんですよね。長いっすね、うん、まあ大体ここに5時ぐらいまでいて、でそっからダーツバーに移動して帰るの昼です、ね、すげえすげえ遊び方、ね、お仕事はされてないですか？最強モノマネコラボレーション、テオコロッケとモノマネ女王福田彩乃がついに協力タッグ。ネタはもしもあの人とあの人が〇〇をしたら、実力は2人の笑える掛け合いに注目です。中島美嘉と中島美嘉の雪の花。秘密のショーパブがありました。そこはオーナーコロッケが親しい仲間と最高の夜を過ごす大人の遊び場。コロッケ千夜一夜オープンです。今回のゲストは夏川りみさん。広いお店ですね、コロッケさんの店。ぜひ沖縄店出すのであれば私にお店を任せてもらえたらいいななんて今年デビュー15周年を迎えた沖縄の歌姫。今夜は名曲奈良早早を三線の弾き語りで披露。この名曲に隠された真実も明らかに。そして思い出の名曲とともに
幼少期の仰天エピソードも告白。さらに澄み渡る歌声で魅了し続けてきた夏川さんとコロッケ珠玉のモノマネ芸が夢のコラボ。沖縄ミュージックの名曲をたっぷりと聴いていただく至福の時間をお届けします。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。どうも、今夜のゲストは夏川りみさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しいです。本当にもうね、もう嬉しいです。踊っていただけるともありがとうございます。どうぞ。すいません、失礼します。うちのチーママを紹介したいと思います。今夜もあなたを酔わせたい、メガネのヴィーナス、チーママのりみです。はい、どうもありがとうございました。いや、何かその収めよう収めようとする、なるべく早く終わらせようとしてるでしょ。紹介をちょっと、はい、お願いします。あれ、夏川さんどうなんは、お付き合いというのは長いんですか？もうなんやかんや、もう10年それぐらいになりますかね。そうです、僕の知り合いのパルのお店で大騒ぎみんなでして、あと一緒にカラオケ、はいはい、カラオケもね、行かせていただいたりして、これも嬉しいですか、夏川さんと。本当にありがとうございます。ありがとうございます。この間誕生パーティー、こう誕生日、はい、その時も来ていて、私も呼んでいただいて、もうすごくハッピーな、もう本当に幸せな気持ちになれて、本当にありがとうございます。あと二次会でまた盛り上がった。そうなんですよ。二次会の方が俺もお酒飲めるみたいな、グラーって言っちゃって、私も飲み続けながら、ね、はい、もう最後グダグダになりながら、みんなね、みんな記憶がない状態で。、はい、ね、じゃあちょっと乾杯でもしましょうか。はい、まさに、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。夏川さんは先月でデビュー15周年ですか、ね、おめでとうございます。 ありがとうございます。やっぱり皆さんがね、応援して支えてくれたおかげで本当に15周年迎えられたことが本当に夢のようですね。まあ、夏川りみで15周年なんですけども、以前違う名前で演歌歌手でデビューしてるんですよ。それで演歌の結構大御所の人たちとかみんな知ってるんですよ。あ、そうなんです、そうなんです、うん、すごく可愛がっていただいて、夏川りみになってから15年ってことですよね。その前だと25年ぐらい、そうなんですね。結構、あ、もう結構なるんですね。そうなんです。やっぱりずっと幼い頃から歌が大好きで、もう将来は歌手で、それ以外考えたことがなかったんですね。好きな歌手の方とか。幼稚園の時はピンクレディさん、うん、好きで、はいはい、で一つ下の妹がいるんですけど、二人でピンクレディごっこっていうかやってたりして、うん、踊りを全部覚えて、ね、そうなんです、そうなんです、うん、で頼まれてもいないのに隣近所のおじいおばのところに行って歌って、お菓子もらったりとかしてたんですよ。あ、そうなんですよ。なんかもらえるからね。なんかもらえるし、なんか可愛いねって言ってもらえるし、うん、なんかこんなにいいのはないと思ってて、うん、でやっぱ小学生ぐらいになると中森明菜さん、うん、大好きで、うん、まあ、なんか私はこう例えばアイドルの歌とかも 大好きなんですけど、父親がやっぱり歌を歌うのであれば、演歌の基礎をちゃんとしないといけない。例えば鳥羽一郎さんの兄弟船だったりとか。小学生ですか？小学生、小学校の5年生ぐらいで歌ってたりとか、五木さんのささめ雪とかですね、そういう歌も歌ってたり。また渋いとこ選びますね。そうですね、なんか結構大会に出る時の選曲はうちの父親がしてたので。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。最初出てこられた時って、はい、おいくつぐらいの？上京してきたのが15歳。中学生。そうなんです。私石垣島で、ちっちゃい島なんですけど、のど自慢大会がいろんなところでありまして、うん、その時に、まあ、1回出たらチャンピオンになっちゃったんですよ。小学校2年生の時だったんですけど、うん、川中美幸さんの
二人酒という。おい。もういきなり酒の、もうその後自分が飲んべになるとはつい知らず、二人酒という歌を歌って優勝して、はい、でそれからのど島嵐みたいな島で始めまして、でももう島で優勝しちゃうとみんなちっちゃな島なのでみんなにこう情報が行くじゃないですか。でもう次も出たいんですけど、あなたは一回もうチャンピオンになってるから次はあのゲストで出てくださいっていう感じで。小学生の頃からずっとゲスト扱いされて、特別扱いじゃん。